どうも、大之助です。今回のテーマは習慣術。習慣を身につける方法として、朝の時間を使いましょうということについて、今回は解説していきます。というのも、まあ、運動習慣だったりとか、読書だったりとか、勉強だったりとか、副業だったりとかって、いつやったらいいの結局挫折しちゃうんです、ですよっていうふうな悩みがありますよね。で、やるなら、えっ、ー、と、夜じゃなくて朝やりましょう。朝の方が、まあ、いろいろな理由があって、あの、習慣づけやすいんですよね。そして、習慣が身につくスピードが速くなるんですよね。で、 ま、これ一つ目の理由としては、あの、朝、あの、環境に適応する能力が高まるからなんですよね。僕たちが朝自然に目、目が覚めることができるのは、ストレスホルモンのコルチゾールって呼ばれている、あの、ホルモンが、あの、僕たちの体に起きろーっていう風にサインを出してくれるんですよね。で、まああ、あの、寝る直、あの、朝日が昇ってくるぐらいの時間にストレスホルモンの、あの、分泌量が増加してきて、僕たちは目が覚めることができるんですけど、その目が覚めた時にストレスホルモンコルチゾールの影響で、目の前の環境に適応する能力が高まっている状態なんですよね。だから、 起きた直後っていうのはそのコルチゾールのおかげで、僕たちは新しい物事に対して抵抗なく取り組めるようになってくるんですよね。とか、他にもええー、とおすすめな理由が朝起きた。直後って。まあ、あの昨晩の疲労とか集中力の疲れとかっていうのを寝ることによって回復させることができてるんですよね。だから、最もまあ、頭がすっきりしている時間帯、自制心が高い時間帯なんですよね。だから。 まあの夜だったらえと家帰ってきた後に勉強するかっていうふうに思っててもどうしても仕事とか学校で疲れてたら気力が湧かない時ってあるじゃないですかただあの朝一だったらその気力も回復してるし余計なものに気を取られにくくてまああの youtube とかお菓子とか、あの、だらだら、そういう別の物事で自分の健康を害したりとか、えー、時間を浪費したりとかせずに、まずは朝一これをしようっていうふうな、えっ、ー、と、物事を決めやすいんですよね。っていうふうに、朝一は集中力とか自制心が最も高い時間帯ですっていうのと、 朝が習慣作りにおすすめな理由の、えっ、ー、と、三つ目として、あの、まあ、誰からも邪魔されにくい時間帯ということなんですよね。で、あの、普通、まあ、皆様仕事してたりとか、学校で勉強してたりとかしたら、周りから邪魔が入ってくるじゃないですか。ただ、朝一の時間っていうのは、まあ、その仕事先からの電話とかも来ないし、あの、家族とかも、まあ、寝静まっていることとかも多い、多いから、あの、自分一人の時間を確保しやすいんですよね。で、まあ、あの、世界の名だたる大企業のトップの人たちとか、例えば Amazon の CEO のジェフ・ベソスさんとかも、朝一の時間めっちゃ大事にしてるんですよね。で ま、前述した通り、あの、朝一っていうのは習慣が身につきやすいし、集中力が高まっているし、なおかつ邪魔されにくいから、自分の人生を変えるのにとっても良い時間帯なんですよね。まあ、一個だけ注意点として、あの、朝一といっても、日が昇らないぐらいの時間に起きると、脳が目覚めてないし、まあ、体が硬くて、あの、怪我しやすい時間帯だから、あの、筋トレとか激しい運動っていうのは、ちょっと危険なんですけど、 まあ,あの実際に夜と朝どっちの方があ良い習慣が身につきやすいのっていうのを、まあ、あの海外の研究とかでも明らかにしてて、えー、とフランスの、えー、と南東にあるニース・ソフィア・アンティポリス大学ってとこだったと思うんですけどが2017年に行った研究で48人の男女の学生を対象に2つのグループに分けたんですよねで片方のグループは朝15分のストレッチ、えー、ともう片方のグループは夜15分のストレッチそれらを習慣化付けてくださいねっていうふうに言ったんですよでその結果、まあ、朝15分ストレッチのグループは 全員が習慣が付けられるまでにあの10。5日かかったんですよ。で、もう片方の夜にストレッチのグループは全員があのストレッチを習慣が付けられるまでに154日かかったんですよ。だから約1.5倍ぐらい時間がかかっちゃったんですよね。で、やっぱり夜っていうのはその疲れてるし、そもそも。 夜って、あの、決まった時間に帰ることができないじゃないですか。日によっては残業しなきゃいけなかったり、飲み会に誘われたりとかして、あの、習慣化のポイントとして、決まった時間に決まった場所で同じことをやるっていうのが非常に大事なんですけど、そのルーティンを守りにくいんですよね。それに、まあ、あの、日中、たくさん、あの、疲労が積み重なって、あの、自制心が低下してる状態だから、やっぱり、あの、サボりやすくなっちゃうんですよね。だから、朝よりも夜、あの、自分がやりたい習慣っていうのを、あの、行動づけてみるっていうのが、習慣づくりのためにおすすめな、あの、重要なポイントですよ、という話でした。 ということで今回は以上。